井上さん、ご無沙汰してます。はい、こんにちは。どうもご無沙汰してます。本いかがでした？ですね、めちゃめちゃ面白かったですね。なんかこう、僕も IT 業界って全然入ったばっかなんで、結構歴史を知ってる人がこう俯瞰的に眺めているし、しかもなんて言うんでしょうね、ちゃんとこう、まあもともとマッキンゼーでやってたからってあるのかどうかはわかんないですけど、その経済学系的な視点とかがちゃんと入ってて、すごくいいなと。で、面白かったのはですね、読みを、ものすごくさらっと読めたんですよ。うん、さらっと読めて、で、読み終わった後には、さも当たり前に全部知ってたかないような気分になって。でも考えてみたらそれってすごいことで、なんかそこまでわかりやすく、こう、いろんな仕組みというか原理をこう説明できてるってすごいなと。なんかこう、振り返ってみると、例えばこう、コミュニケーションが消費されてるんです、みたいなところで、はいはい、例えばこうコストコの事例とか出してたじゃないですか。はい、ああいう出し方がすごいなんかうまいなっていう場ですね、うんうん。事例の出し方がなんかこう分かりやすかったですね。はいはい、同じアメリカ的なるものが実は日本に入ってきてるから、なんかこっちでも流行るじゃんって思いがちなものが、実は日本では違う使われ方されててねっていう、そういう一個一個の説明がすごいよくできてて、いいなっていう、分かりやすかったですね。うん、いろいろ観点あって、まあ、一つはやっぱり僕ってずっとネット生まれた瞬間からやってるから、まあ、そろそろやっぱネットのオリジン知らない人いるから、こういうの書くの義務だよねっていうのが一つと、あともう一つは、これ多分、南さんのサービスにも関わる話なんですけど、なんていうか、ネットってもう、その、ネットに閉じてなくてリアルに染み込んでってるもの。はいはいはい。いやだとすると、ネットのサービスを、まあ、ネットのことを知ることも大事だけど、リアルの人の気持ちの動き方とか、なんで喜ぶんだっけみたいなこと。だそういうのも、ちゃんと考えながらやっていく。うん、特にやっぱ、南さんのサービスとかそうじゃないですか。はい、リアル、ネットは単なるきっかけで。うん、そうですね。なんかこう、僕も、ネットのことわからないままに、こういうのがあったらいいのが、まあ、はい、からスタートしてるわけじゃないですか。それがなんかこう、はい、綺麗に説明されてる感があって、例えばこう物語買ってるんだよねみたいな話だとか、こう何かをやりたい人のこう経済的、心理的、物理的コストを下げてるからこういう活動になってるんだとか、もっと言っちゃうとこう、小原さんのこう、序章にあったですね、それこそインターネットってこう、なんだろう、こう、人を幸せにするもんだとか、笑顔にするためのプラットフォームだみたいな話があって、で、やっぱり、それを通じて自己実現したい、他者承認を受けたいみたいなところがこう根底に流れつくのがちょっと読んでて、なかなか、小原さんのこうインターネットを見る、なんていうんですかね、視点みたいなのがこう、通想帝王に流れてるみたいでよかったな。そうですね。はい。だからまあそこは多分なんかもう一貫して僕リクルート教なので、はいはいはい。なるほどね。はい。自ら機会を作り、機会を作り、はい、自らを変えようっていう、はい。うん。その社長大好きなんですよ。ですよね。いや、だからその観点で考えて、まあ南さんのサービスって、まあ、C2C っていう意味ではすごく古いように見えて、でもこのタイミングにやっぱ、まあ南さんがやられたことってすごいなんか意味があるような気がしてて、どうですか、事業も今進んで。そういう意味でいくと、ネットがこう、ツールから何かこう体験をこう、なんていうんですかね、促すものになってきてるみたいなのがあるのかもしれないですよね。例えばここならをこう5年ぐらい前やってたら、ここで小遣い稼ぎましょうとか、はいはいはい、そういう出し方になってたと思うんですよ。そうですね。でも僕らは全然そうじゃなくて、やっぱりこう、こうやって人の役に立つの嬉しいよみたいなとか、はい、それで、そのによってこう自らこうチャレンジする気になってって、それが生きる幸せじゃんみたいなところをベースにの価値観として置いてるじゃないですか。うん、そうですね。それってやっぱり今っぽいっちゃっぽいのかななんていうふうに思いますよね。うん、今その皆さんが言ってた話で、ね、ほんのちょっと前だとやっぱ渋谷の会社がこれを使って暇な時間でお小遣いしようみたいな、そういう感じの立て付けになりますよね、ちょっと前だったら。そうですよね。うん。それがやっぱりエッジ以降、うん、まあ、自分がやってる得意なもので、ちょっとした小さな、こう、うんうん、周囲2キロっていうか、ちょっと近い距離の人を幸せにしよう、うん。そういうふうなネットの使われ方、うんうん。すごい普通の人が他者承認、自己実現のために使い始めてる、うん、だなっていう感覚はありますよね。はい、そうなんです。だから僕思うのが、なんていうか、自己実現とかって、なんか、むっちゃ高尚な感じの言葉じゃないですか。はいはいはい。
で昔って確かにそれはその通りで、うん、キリスト教だったりとか、うん、まあ、ないしはその国のためにみたいな大きな物語の中で自分を消化していくみたいな話が多いんですけど、うんうんうん、今の自己実現って、うん、まあ、まさにここならみたいに、うんうんうん、自分が得意なものとか、うん、自分が何よりやって楽しいもの、うん、で、誰かをこうの役に立てて、うん、誰かから喜びが返ってくる、うんうんうん。そういったものの方が、いや自分らしく自分をあの強くできるという意味で、本当の意味の自己実現じゃないかなとか思っていて。そうですね。なんかこう、うん、本の中でも、そのクラウドソーシングの説明のところで、こう、タスクをこう、すごく、あの、細かいものにアンバンドルしてみたいな話あったじゃないですか。それがこう、うん、タスクとかいう話ではなくて、その人が持ってる価値とか、うん、そういったところもこう、部分的に切り出して表現する。うんうん、それをこう求めてる人につなげるみたいなことが、はい、まあ、それ自体が僕らがやりたいことではあるんですけど、うん、そういうことがこう、やりつつある環境っていうんですかね、なんかなってきてるのかなっていう流れにあるのかなって気はしてますけどね。そうですね。やっぱりそう一番わかりやすいのが、あのニコニコ動画におけるデミク関連で、コンサル的に言っちゃうと、レイアンバンドルみたいな冷たい言葉になるんですけど、うん、あれ何かっていうと、得意な作業は俺に任せろ、だって俺それ好きだもんっていう。はいはいはい。そういうことなんですよね。うんうんうん、だから、絵師さんが絵を描いて、で、音をつける人が音をやって、うん、で、ダンス得意なやつがダンスを踊るし、うん、技術得意なやつはキネクトをハックして、うんうんうん、踊りをちゃんとモデルが踊れるように変えるみたいな。うん、そういうコラボレーションが自然に起きるということが、日本のすごいことだと思う。うんうんうん、それはやっぱり、ニコニコの場合はたまたま起こったことだけど、うん、それをちゃんとプラットフォームとしてやられてるっていうところで、こう、ココナラさんってすげえなって思いながらですね。いやなんかその、今のたまたま起こったのところにちょっとつながる話でもあると思うんですけど、うん、こう読んだ後にちょっとふと考えてたのがですね、その、なんだろう、その、たまたま起こったのか、起こすことがどこまでできるのかなみたいな話にちょっと近くて、はい、そのコミュニティってすごい、オンラインのコミュニティって面白いと思うんですよね。うんうん、で、こう、ふと、僕別にインターネットっ子じゃなかったなと。はい、別に僕2ちゃんも見ないし、あの、全然、なんかこう、インターネットそのものが大好きかって言ったら別にそういう人生歩んでなかったわけですよ。うん、金融業界からいきなりフラッと来ちゃって。でも、すごく影響は受けてるわけで、で、ここ数年で限っていくと何が一番影響を受けたかなって言ったら、ツイッターだったりするわけなんですよね。僕自身。うん。はい、まあもちろんそれまでにこう、ミクシーやってブログ書いてみたいな流れがある中での僕自身にとってのツイッターなんですけど、例えば2009年、10年ぐらいの僕の感覚って、そのリアルの友達よりもツイッターで会った人たちの方が信じれるとか、価値観近いみたいな。感覚に陥ってたんですよね。それってやっぱりずっと人の、まあ、投稿がすごいハードル低くて、みんながこう感情とか一瞬の思考とか、日々のがそこを出してたじゃないですか、はい。あんなになんかこううまく人の感情とか能力とかをうまく可視化したものってかつてなかったなっていうのが僕にとっての当時のツイッターだったんですよね。今またちょっと変わっちゃったと思うんですけど。で、ただなんでそれが僕にとってすごい良かったのかなっていうと、結局その先にリアルがあるんですよ。はい、うん。何かっていうと、そこの人と最後出会えるなとか、いちいち何か深い関係得られるかもしれない。うん、まあ、会わなくてもかもしれないっていうところが、裏側にあるからなんかグッときたわけで、あれは完全にオンラインだけで、あそこから会うみたいなことがないんだったら、多分僕そんなにワクワクしなかったと思うんですよね。それで言ったときに、なんかこう、それもなんかそのツイッターが、そういう価値観とかを、なんだろう、こう、共有して人を動かすためのプラットフォームなんて別に設計してるわけじゃなくて、そうですね。まあそういう、うん風になったし、その時期そういう風にワークしたしってことだと思うんですよね。うん、で、行った時に、なんかこう、どうやってコミュニティを意図的なのか、まあ偶然なのか、どういう要素がそういうコミュニティを作って、はいはいはい、で、最終的にやっぱり僕、ここならやってる感覚でいくと、最後人につなげたいんですよ。リアルにつなげたい。1対1のその深い関係につなげたいみたいなところ。行った時に、その、うん、オープンな場が持つ、なんかこう、可視化能力みたいな。可視化能力とマッチングと、はい、で、そこからさらに深い体験に持っていくみたいな、そのつなぎ方って、今後どういうふうに設計していくのか。なるほど、なるほど。そんなことを最近よく僕がですね、常々そこで思ってる設計って、うん、まあ、おっしゃる通りね、あの、ファンクショナリティで言うと、うん、彼らの良さをどう表出して、で、それをどうマッチングして、で、どう、こう、このリアルのアクションの中でつなげていくかって、この3要素なんですけど、うん、で特にやっぱり大事なのって、うん、最初の人気の部分で、
ああ、そうですよね。で、うん、人ってネットの進化を、なんていうか、こう、ブロードバンドで画像がすごく見えるとか、そっちの方向の進化ばっかり考えちゃうんですけど、うんうん、いやそうじゃなくて、さっき言われたように、Twitter って、やっぱりふと思ったことを、うんをだらだら流し続ける。うんうんこのずーっとだらだらつながってる感覚っていうのが、やっぱり蓄積してコンテクストになって、そうですね。人らしさって生むんですよね。なんかこう、ハイコンテクストとハイコンテクストをマッチングするのはインターネットだって本にあったと思うんですけど、はい、結局、ハイコンテクストってなんだろうっていうと、僕にとってはその人感なんですよね。そう。人間がそこにいる感、うん、その人らしさ感が現れてるが、究極のやっぱりハイコンテクストだと思っていて、うんね、だとすると、なんかこう、その向こうにリアルを感じられないと、なんか僕自身はあんまり、うん、とこないですよね。で、そこをどうつなげていくのを意図的に作れるかみたいなところが、うん、まあ、ここならにとっても結構チャレンジだったりするので。うんそれはやっぱり、うん、その、スクーの森さんのところとかすごくわかりやすいですけど、やっぱり、発信する側が、その、こまめに承認が返ってくるような設計にしてると、発信者側がよりハマるんですよね。そうすると、より発信したくなるから、で、発信者が増えると必然的に受信者側からの承認も増えるので、やっぱりいかに発信者に対して、こう、日々、こう発信したものに対してすぐにこうちゃんと承認が返ってくるに設計するとか、うん、だから CGM ってそのユーザー側の動線しか見えないんですけど、一番大事なのって発信者側のコミュニティ動線。はい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 。で食べログとかすごいんですよ、やっぱり。発信者側のランキングとか、発信者同士のコミュニティとか、まあ、ぶっちゃけやっぱり食べログでいいレビュー書いてるとモテるんですよ。そうなんですね。え、あのレビュー書いたら、あ、小村さんですかみたいな。なるほどね。なるほど。あ、もう、そういうの大事ですね。そういうこと含めて、まあ、いろいろあって、うん、最後すいません、変なオチをしてしまいましたけど。いやいやいや。いやでも本当はそういうふうに、こう、なんだろう、人を幸せ、だから最後僕はあるとすると、やっぱりこう人を幸せにするってことと、儲けるってことが、なんかバラバラじゃなくなってきた感じがするんですよね。で、そこをやっぱり金融から、南さんがこの領域に入ってきたっていうところが、すごく、まあ、一遍この質問したかったんですよ。はい。うん、なんで金融なのにって、はい、金融なのにっていう時点でも下げてますけど。金融なのにっていうのはあんま関係ないとは思ってるんですね。もちろんなんか意思決定の裏にいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、それよりもなんか途中で NPO をやってたとか、いろんな経験がここにつながってるわけではあるんですが、まあ、なんでしょうね。なんか人に興味があるのと、うん、っていうのが一つと、ビジネスとしては割と地に足ついたことをやりたいなと思ってて、はい、なんとなくこう、フリーミアムでここまで行ったらバッと最後マネタイズできるんですみたいなのって、うん、頭で考えたらわかるんだけど、自分の感覚としてどうもできなくて、バリューが生まれたその瞬間にちゃんとお金がそこについてくる世界じゃないと、なんかどうも、腹落ちしないので、はいはい、あんまりこう、うん、違った戦い方がうまくできないですよね。面白いですね。なんか一つ昔前って、ネットって、最も巨業で最も地に足ついてないって言われてた時代があったけど、はいはいはい、ネットの方がはるかに、なんというか。いや、僕の感覚、そうですね。地に足ついてるし、人間の根源的欲求を満たすもの、あるいはそれだけでとは言わないけど、満たすのにとても役立つものだと思ってます。ですよね。やる以上に。うん、やっぱり時間と物理的な制約を超えて、で、価値につながれる、はい。あるいは自分が価値提供できる場に、が、たどり着けるっていうのが、こう、素晴らしいなと思っていて。うん。だからそこですよね。なんか、うん。そこを満たしていきたいなっての思いはすごいありますね。いい話で締めれたと思います。はい。すいません、もう13分、はい。そうですね。ありがとうございました、今日は。ありがとうございました。はい。またよろしくお願いします。お願いします。